九州。九州は日本列島を構成する島の一つで、その南西部に位置する。北海道、本州、四国と共に主要4島の一つでもあり、この中では3番目に大きい島で、世界の島の中ではスピッツベルゲン島、ノルウェーに次ぐ第37位の大きさである。地質学や考古学などでは、九州島という名称も使用される。 九州と、その付随する島、及び、沖縄県を合わせて、九州地方という。九州の最高標高は1791メートル、M で、大分県の九十連山、中岳の標高である。また、九州地方の最高標高は1936メートルで、鹿児島県の薬島、宮の浦岳の標高である。地理及び、日本の地理、九州を参照。 九州には7つの地方公共団体、県があり、7県総人口は1310万8027人、沖縄県を含めた8県総人口は1452万4614人で、ある。都道府県の人口一覧推計人口、右表九州地方のデータ参照。九州の古代の古称は、筑紫島、筑紫巣筑筑の島である、歴史書における古称。 九州を大きく二つに分けると、北部九州と南九州に分ける場合と、東九州、日本と西九州、地区比に分ける場合がある。北部九州と南九州の中間となる地域を中九州ということもある。ただし、これらの地域区分は使用される側によって大きく変化する詳細は、北部九州、南九州及び参照。 中央に九州山地が形成されている。その中核を成す阿蘇山は、東西 18km、キロメートル、南北 25km にも及ぶ、世界最大級のカルデラを持つ。九州の地形は、大きく3つに分けることができ、北部と中部の境界は、松山伊万里構造線で、中部と南部の境界は、中央構造線の一部である薄木や城構造線で分けることができる。 北部は比較的なだらかな産地。南部は白秋から大山期にかけて生成された深体であるため北部とは全く異なった地質であり、比較的謙遜な産地になっている。また、中部は数十万年前まで瀬戸内海の延長の海で分かれており、それが阿蘇山の数回にわたる噴火によって溶岩で埋まり、一つの島になった。周辺は太平洋、日本海、 東シナ海、フィリピン海に囲まれている。九州地方は、日本の地域の中では、小笠原諸島に次いで温暖な地域である。鹿児島県の奄美地方以南の地域と、種ヶ島、薬島地方以北の地域では、平均気温が大きく違う。九州島や種ヶ島、薬島以北の島しょ部は、夏は暑く降水量が多い。冬は寒さを感じるほどに気温が下がり、 雪が降る。域内の南北で大きな気温の差は一節し二度ほどしかない。九州山地周辺、熊本県阿蘇地方、大分県の西部、宮崎県の北部山間部では、積雪は珍しくなく、年に数日は真冬日となり稀に寝雪になることもある。しかし暖かい日もあるため、中国地方伊東とは異なり豪雪地帯は存在せず、積雪は比較的少ない方である。 南部の太平洋沿岸にあたる大分県の南部、宮崎県、鹿児島県の大隅地方、種子島、薬島地方は夏に、降水量が多い太平洋側気候の南海型で、台風の襲来も多く、鹿児島県は1951年、昭和26年以降の台風上陸数が日本一である。夏から秋にかけて、台風の影響を受けるため、台風、銀座と呼ばれる。 冬の気候も温暖で、降雪もほとんどなく、晴天の日が多い。福岡県の北九州地方の瀬戸内川と、大分県の北部、中部は、瀬戸内海式気候の特徴を持ち、降水量の多い梅時を除けば、九州の中では、降水量が少ない地域、大分市の年間降水量、約1680ミ、mm、リメートルであるが、それでも関東以北の東日本太平洋側と、 比べると多い。特に北九州地方では九州型の影響とのせに地域で梅雨時の降水量が非常に多い。大分県中部では太平洋側気候の南海型ほど影響がないものの梅雨時の降水量と台風の接近による降水量もやや多いなど山口県の東部伊東の瀬戸内海式気候の地域と比べると夏季の降水量が少ないという特徴は薄くなっている。 冬季は北九州地方では、どん天が多く、降雪も珍しくない。大分県北部、中部では、雲が九州山地に遮られるために、晴天の日が多い。積雪は、どの地域でも少ないが、九州山地にあたる地域では、やや多くなる。福岡県の北九州地方の大部分を除く地域、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県の西部。 鹿児島県の薩摩地方は太平洋側気候、九州型で冬は降水量が比較的多いが1ミリメートル以上の降水が観測される降水日数の最多月は日本海側気候のように冬季1.212月のいずれかではなく、他太平洋側気候各地と同様に春季秋季3から11月のいずれかで年間降水量が少なく、 北西からの季節風の影響でど天点が多いなど、島根県の岩見地方や山口県の北部と似た気候が現れる。一方で、朝鮮半島のある関係で、降雪日数は、福岡市で約17日と東京、大阪よは多いが、積雪は少なく首都圏、京阪神などと同じように5センチメートル程度の積雪でも大雪とみなされ、交通機関が麻痺してしまう。 また、夏の降水量の傾向として、河南、南西諸島からの熱帯モンスーン気団による、湿熱などの影響を直接受けやすく、初夏から梅雨時に降水量が非常に多くなる。なお、週時の降水量は少ない。台風の影響は東、シナ海側から、朝鮮半島、日本海側を進んだ場合に、降水量が多くなる傾向がある。奄美地方以南の地域は、 南日本気候、南西諸島気候で大東諸島を除きどの島でも年間降水量は2000ミリメートル以上と多く1年中降雨がある。年間の気温の差が小さく1年を通して気温が高い。降雪の記録は過去に数回しかない。また1日の気温差も小さい。聖火時は晴天が多く日照時間も非常に多いがにわか雨が多い。 台風の襲来が多く、時々強い台風が襲来して、被害をもたらす。なお、冬季は、北西からの季節風で、鈍天と雨天が多く、日照時間も少ない。梅雨時の降水量は、九州本島ほどではないが、かなり多い。日本は6,852の島で構成される、島国であるが、日本最古の歴史書、古事記、和道五年、712年県上では、 日本を第八島国、大谷島の国と呼び、八つの島の総称としている。登場順に、現代の故障表記で、淡路、四国、沖、九州、壱岐、津島、佐渡、本州。この中で四番目に登場する九州の原文での故障表記は、筑紫島、筑紫の島である。日本初期、養老四年、七百二十年完成では、 日本を大八州国、大谷島の国、九州を、筑紫、筑紫の島と表記している。16世紀の戦国時代を描いた軍記物語として知られる陰徳太平器》（教法2年、1717 17年出版所に、三陰三陽四国九州の記載があり、このような近世の書物においては、明確に、九州という名称を満出すことができるが、 この名称がいつ生まれたか正確な時代は不明であるが、鎌倉時代後期に作成された、あずまの原略2年、1185年2月13日と2月14日の記事では、源のりよりが九州を攻めようとしていることが記載されている。もともと中国では、衆代以前、全土を9つの州に分けて治める習慣があったことから、九州とは9つの国という意味ではなく、 天下のことを指す、参考、九州、中国が、平安時代後期に朝廷が発した、方言申請で使われている、九州の意味も、こちらである。また、白木の九州の実例もある。一般に、九州とは、両政国の再改動のうち畜前国、畜後国、非前国、非後国、武前国、文後国、日向国、大隅国。 薩摩国の旧国の総称とされている。四国と同じ理屈で、旧国、旧国、旧国とも呼ばれたと言われる。この両政国に基づく定義だと、九州島の旧国と、この旧国に編入された周辺の付属当初が、九州の範囲となる。ただし、周辺の当初が旧国の両政国に編入された時期はそれぞれ異なるため、歴史を通し一義的な範囲には定まらない。 このように編入時期が異なることによる意識及び解釈の差が損しるが少なくとも一度も編入されたことがない域、津島及び沖縄県の領域は両政国上の九州には含まれないことにな。なお、奄美群島は日本本土における廃藩地県付近合併及び琉球処分の後に大隅国、鹿児島県に編入されたため行政区分としての 九州に組み込まれたのはそれ以降である。さらに後日の太平洋戦争終戦後のアメリカ統治時期も両政国の範囲に変更はないので、この定義に変化はないことになる。上記九国と共に、津島、壱岐を含む西海道は、九国二島、九州二島とも呼ばれた。また、西海道の別名として、鎮税とも呼ばれていた。廃藩地権、府県合併以降は、 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、島県沖縄県の八県を指して、九州地方とされ、これにより、両政国上の九州には含まれなかった、津島、木、奄美群島、沖縄県の領域をも含むこととなった。一方、単に九州とする場合はそのうち沖縄県を除いた七県がその対象とされる。よって、 両政国上の九州と比較すると、津島、域、岐、奄美群島が加わることとなった。トカラ列島の一部、奄美群島及び沖縄県の領域は、太平洋戦争終戦後、アメリカに占領され、日本に返還されるまでの間に一時的に、日本の死政権が停止されるが、実質的取扱い、実効支配はともかく、九州の範囲に影響を与えたことはない。なお、 トカラ列島は、上三島が日本に残留し、下七島が市政権停止されたため、両社間で地方公共団体が分離されることとなった。以上のように、単に九州というと、西海道九国の領域、あるいは、廃藩地県、府県合併以降の7県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、崎県鹿児島県の領域を指すが、 一方、九州地方には沖縄県を含めるのが各百科事典では一般的である。歴史上も九州地方などという地方区分の概念が導入されたのは廃藩置県後の明治時代以降であると考えられる。それ以前は両政国による区分であった。なお、近現代の法令上、行政上の区分は個別の法制度に基づくため、 必ずしもこれらとは一致しない。例として、九州総合通信局の管轄範囲に沖縄県は含まれない。行政機関の地方支分部局や企業の営業地域などでは沖縄県を九州地方に含む場合も多く、あるいは沖縄を含むことを明示するために九州、沖縄地方と表現する場合もある。例として NHK 年間では見出しを 九州とする一方で、本文中では、九州、沖縄と表現している。テレビ番組としては、九州朝日放送制作の、ブロックネット番組、スーパー J チャンネル九州、縄などがある。また、本州に位置する山口県は、両政国は、山陽道の巣王国、長門国に属し中国地方に区分されるが、北九州地方、かつての部前国に、 地理的にも近く歴史的な縁の深いこともあり、山口県を弁宜上の同一区分に含めることもある。その場合は明示して、九州、山口地方と表現する。古代では、九州本島は、筑紫島、筑紫筑紫の島、古事記、日本書記と呼ばれていた、国海比較表、歴史書における古障。三世紀には、義史は神伝に書かれているように、小国、 糸国、那国などに分立していた。それらの国々は四から五世紀頃まで継承され、後の軍の広さに近い政治地域を支配する豪族に成長してい、和政権からはあがた主に任ぜられていた。危機などの資料には、九州各地に県、あがた主が見られる。五六世紀の大和政権には、畜子国、北部、法国、東部、小江国、中部、熊祖国、 南部の四区分に還元されていた。それは九州成立以前の政治的区分であった。俗日本記によると、大和政権が立領制を取り入れるにあたって、再海道の一部となり、筑紫は筑前国、筑後国、法国は、武前国、文後国、声国は、非前国、肥後国に分割され、日向国の七国と島諸部の域、期、津島国の二国が成立。ただし、 日本初期では、律令制以前の水古天皇17年、609年の記事に、被護国の記載あり、公認15年、天朝元年、824年以後は、大隅国、薩摩国を加えた、本土旧国、東諸部二国となったとある。また、西明天皇の時に、くだら復興の戦に備えるために、筑紫国朝倉宮に戦都し、極短期間であるが九州に、 初めて朝廷が置かれた。その後、現在の太宰府市には、西海道を統括した意外的な窓口と、大陸からの防衛任務を兼ねて、太宰府が設置された。また、天示天皇2年、663年の白月世への戦い以降に、筑死に、水木や大野城を置き日本防衛の最前線の役割を担った。なお古代九州には7世紀末まで、大和政権とは、 独立した王権があったとする説、九州王朝説もある。中世には、博多が、自治都市として栄える。摂津国の渡辺氏の分流の松浦氏の一族や、藤原住友の乱において、君公のあった、大倉晴美、立花の金寄りなどの子孫が土着し、在地の豪族となる。平家の勢力権であり、九州の武家は、平家法に属したが、 自称、樹栄の乱原平合戦の数世から、菊池氏や松浦氏をはじめ諸氏は、現時法に寝返り、鎌倉幕府の鎮税も家人となり、自童に部任される。しかし、九州の武家は、親平家法であったため、源頼朝は、戦後処理として、九州の在地武家を抑え込むため、新しく東国五家人の小二氏や島津氏、大友氏を仕事して、九州に送り、これらの、 下り州が勢力を強め、菊池市や松浦市、秋月市などの在地の武家を抑え、その後の九州の武家の中枢となる。鎌倉時代には二度にわたる原稿があり、小西など北九州の武士を中心に撃退した後に、それまでの異国敬語番役に代わり、鎮税短大が設置される。原稿元年、1331年に、京都において、五代醐天皇が、 現行の変で放棄すると、小西や大友氏などが、鎮西短大の北条秀時を攻撃する。鎌倉幕府が滅亡後に、五代醐天皇の兼務の申請が成立し、後に、足利高氏は、申請から離反し、高氏は、京都での戦いに敗れて、九州へ逃れる。小西らは高氏を迎え、宮方の菊池武としらを、たた浜の戦いで破る。高氏は、 九州で体制を整えた後に、一式の隆寺、二期をしながらを、足利勢力として残し、京都に上り、室町幕府を開く。五代五天皇は、吉野、奈良県に逃れて、南朝を開き、宮方の武将に、自身の御子を奉仕させて、各地で南朝勢力の集結を呼びかけ、九州には、金長新王が、宇都宮貞康に守られて派遣され、菊池市に奉仕られる。 金長親王は民から和光鎮圧の要請のために派遣された使者を迎え、日本国王として作法されて、民の権威を背景に勢力を広める。また、足利家では、感動の上乱と呼ばれる内紛が発生し、高氏の側室の子である、足利忠冬が、九州で高氏と敵対して戦う。中央では、南朝勢力は衰微し、幼い三大将軍、足利義光を補佐した。 細川頼之が今川貞代を九州の南朝勢力討伐のために派遣すると、金長親王も博多、太財府を追われ、貞代の働きで九州の南朝勢力は鎮圧される。貞代は九州で独自の勢力を築いたため義満に排除され、その後は大内氏が台頭する。寧波の乱で細川氏を破った大内氏と博多の商人により大陸との貿易独占する。 応仁の乱以後は、小二氏は衰退し、戦国時代には、大友氏、大内氏、島津氏などが戦国大名に成長する。天文12年、1543年、種ヶ島にポルトガル人により、日本に初めて鉄砲が伝わる。南蛮貿易の中心地となり、大友義重、有馬晴信、大村住忠などのキリシタン大名も生まれる。 主要な戦国大名、近世には、豊臣秀吉の九州征伐を経て、豊臣政権下に組み込まれ、北九州は秀吉による、朝鮮出兵である文禄、慶長の役の拠点であった。江戸時代には、幕藩体制の確立に伴い、薩摩藩、佐賀藩、福岡藩、熊本藩、津島藩をはじめとする諸藩が成立する。江戸時代の鎖国体制下では、平戸、 出島などが対外交易の入り口となり、長崎武行所が置かれた。江戸前期には島原の乱が発生する。幕末には薩摩藩などが明治維新を主導する夕藩となった。九州という呼び名、範囲に関連したもののみ、第一次産業では農業、漁業、林業がバランスよく、九州各県に広く分布しており、出荷額も多い。温暖な気候を利用して、 畜種平野では米、大麦、小麦の二毛作が展開される。宮崎平野では、ビニールハウスを利用した野菜の促成栽培が行われている。加えて、熱帯、亜熱帯地域が、原産のサツマイモ、マンゴー、分旦、バナナなどの生産も行われている。鹿児島県、宮崎県は、白洲大地の土壌であることから稲作には不向きであり、畜産が盛んである。 第二次産業では、北九州工業地帯を中心に、歴史的に、鉄鋼、石炭などの素材産業やエネルギー産業が、盛んであった。また、三菱重工業や佐世保重工業、長崎県などの造船業に代表される、重工業盛んであるほか、久留米市では、ブリジストンといったゴム工業、大牟田市は、三池炭鉱の石炭を中心とした、化学工業、 延岡市では、朝日ヒカが、石油化学を中心とした、化学工業が発展してきた。また、近年、IT 産業の進出により、半導体分野での世界シェアは1割を占めるまでになっており、シリコンアイランドと呼ばれている。さらに最近では、トヨタ自動車、日産自動車、ダイハツ工業、ホンダなど自動車メーカーの工場の立地が進み、 農美地方に次ぐ国内の自動車製造拠点となり、先にシリコンアイランドと呼ばれていた経緯からカーアイランドと呼ばれるようになっている。大数ベース世界シェアは1.9%。唐津焼、有田焼、伊万里焼などに代表される洋業が伝統的に伝わっていることから、洋業も盛んである。北九州市に本社を置くととはトイレ等衛生機器のトップ企業である。 九州の産業生産額に占める第三次産業の割合が高く九州全域を市場として発展している。卸売業は福岡県を中心に活発である。金融の分野では都市銀行の店舗は少なく各県に地方銀行の本店があり地域に根差した営業網を展開している。また不良債権を抱え経営困難に陥った 地方銀行の救済を目的に、資金力のある地銀による、九州合併が進んでおり、九州管内での業界再編が行われている。福岡フィナンシャルグループは、神話銀行や熊本ファミリー銀行を参加に入れ、西日本シティ銀行は長崎銀行を参加に入れた。また、山口県に地盤がある。 山口フィナンシャルグループ参加の山口銀行が北九州地方に構成をかけており、2011年平成23年10月には北九州銀行が山口銀行の北九州地区部門から分割、設立するなど北九州地方の動きが活発である。情報通信業ではその多くが福岡市内に集積している。位置的に朝鮮半島や中国、 東南アジアなどに近く、特にアジアとの貿易や輸送が盛んである。順位、人口、割合のデータは現在、九州7県の主要都市を掲載する。データは現在、専用鉄道九州地方も参照、定期路線が就航する空港は、九州本島内で、福岡県には福岡空港と北九州空港の2カ所あり、その他の各県にも1カ所は存在するなど、 比較的早期から整備が進められており、東京や大阪を中心とした本州への便は、山陽新幹線と激しく競合している。また、鉄道では行きにくい四国や北海道と九州を結ぶ空路や、沖縄本島と九州島内各地への空路、九州島内総合間の空路もある。離島にも空港が整備され、九州本島と離島を結ぶ空路も多く、利用されている。地理的に、 大韓民国や中華人民共和国など東アジア、東南アジアの周辺国が東京や大阪よりも近いこともあり、九州本島ではすべての県に韓国への便があり、最大規模の福岡空港では周辺国や東南アジアハワイヨーロッパ方面への便もある。九州出身の著名人は以下のリストを参照楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。